立ち食いそば、うどん店、立ち食いそば、うどん店、立ち食いそば店、うどん店は蕎麦やうどんなどを立ち食い形式で提供する飲食店である。簡単に食事を済ませたい場合などに多く利用されているファーストフード店の一種でもある。簡便な食事場所としての立ち食いそばの起源は江戸時代の江戸での屋台である。日本各地で見られる店舗形態で鉄道駅にあるものは 駅そばとも呼ばれる。また、鉄道駅のほか、大都市圏を中心に、駅周辺やオフィス街などの市街地、商業地域で営業する店、あるいは、遊園地、野球場や、競馬場などの遊興施設で営業をする店も多々ある。店によっては立ち食いではなく、カウンターに管椅子を設けて腰掛けられるようになっている場合や、テーブル席を置いている場合もある。 ほとんどの店で蕎麦とうどんの両方を扱っているが、その比率は、首都圏では蕎麦が7から8割を占めているが、関西では4の5割とされ、また、同じ関西でも、半急蕎麦では6割を占めており、売り上げが伸びないうどん専門店を蕎麦店に転換して、軌道に乗った店もあり、駅の立ち食いは蕎麦という概念が確立している。高速道路のサービスエリアや、パーキングエリア、 一般道路の道の駅などにある立ち食いもしくはカフェテリアスタイルの軽食コーナーにも蕎麦、うどんのメニューがあるので講義にはこれらを含むこともある。また、1960年代から1970年代の一時期には日本国有鉄道の急行列車の一部にあったビュフェでも立ち食い形式の蕎麦、うどんを提供していたこともあった。 そばとうどんや地域によるメニューの違いをよく理解していない日本国外の人に配慮してメニューや看板に料理の写真を掲載している店もある。基本的に客は店内のカウンター越しに厨房内にいる従業員へ料理を注文しカウンター越しに出来上がった料理を受け取る。かつては出来上がった料理と引き換えに従業員へ代金の現金を手渡しするスタイルだったが 立ち食いそばチェーンの普及による金銭管理の徹底化及び保健所からの衛生上の観点による指導により食券販売機を使用する店舗が増えている。ただしトッピングの追加のみ現金化の場合も多いほか、今だ手渡しで全商品の代金収受を行っている店も少なくない。立ち食い店では商品を短時間に提供することが売り物の一つであるため、 市中のそば、うどん店とは異なり、主流は、茹で麺であり、あらかじめ製麺所で茹で上げられた麺を注文後再度、短時茹同士し、かつ厚めのつゆをかけて提供される場合が多い。これは、生麺から茹でていては、客の短時間で食事を済ませたい要求に対応できない、ことから生まれたものである。また、この方法では、調理が短時間かつ簡単なため、店員数が少なくて済み、 コスト削減の効果もある。ただし、味への要求から質感が向上した生麺や冷凍麺を採用する店もある。から、それらの手間を軽減したい店でも採用されることもある。逆に冷凍庫を設置しなければならないことや、茹で麺に対して2分程度の茹で時間がかかるという欠点がある。そのため生麺を使用している店の中には、 生麺使用のため多少時間がかかるという胸の注意書きを壁に貼っている店もある。生麺は市街地に立地する店を中心に採用され、注文後生麺から茹で上げ、その後冷たい水で麺のぬめりを取り締めるため、本来の味を楽しむことができる。生麺や冷凍麺を採用する店でも、茹で上げる手間を減らし提供の速さを維持するため、一定量の麺を一度に茹で上げておく店では、 麺が伸びてしまっている場合もある。立ち食い店で初めて生麺を導入したのは1987年富士そばとされる。小諸そばを生麺導入の先駆け的存在とした記事もあるが詳細は不明。2010年代に入り、主に打ち立てのそばを提供する目的で押し出し式製麺機による店内製麺を導入する店も増えている。大手では 富士そばが2016年より一部店舗で店内製麺を始めた。麺つゆは一般のそば、うどんと同様である。関東では漬け、そばのつゆをかけて食べて、かけそばができたように、濃い口醤油と砂糖、みりんを材料とする、返しと削り節を使用し旨味と香りが強く濃い色のつゆであり、これは漬けそば、かけそば、またうどんでも同様である。一方、 近畿では、薄口醤油を使用し昆布の風味を生かした、薄い色のつゆが主流である。近畿以西、西日本で、濃い口醤油を用いた、関東風のつゆが出される地域はかなり限定的であり、鳥取県与那子周辺、島根県出雲地方のみとなっている。ただ、それらの地域でも用いられるネギは、他の西日本同様に全て青ネギである。内陸部の前原駅の立ち食い店は、 薄口醤油と昆布の風味を生かした、明らかに、近畿風のゆの立ち食い店である。東海道本線沿線で、前原の東隣に位置する立ち食い店設置駅はかつては、大垣駅、2006年時点では、岐阜駅で、いずれも濃口醤油ベースの名古屋風梅雨の店である。このことから、飛び地などもあり、一概に言えないが、北から、富山県、関ヶ原、愛知県、 三重県境を基準として境界線を引くことができるとする意見もある。2000年12月22日に放送されたタモリクラブさよなら20世紀スペシャルテレビ朝日90分拡大 SP の企画で東海道新幹線各駅のうどんの汁の色の脳を調査した。関東東海にかけては関東風で特に小田原駅から豊橋駅までが最も濃く。 また西に進むにつれむしろ濃くなっていった。豊橋駅の次の三河安城駅でやや薄くなる。変化が現れ始め、名古屋駅は三河安城駅とほぼ同じ。その隣の岐阜橋間駅ではそれよりさらに薄くなり、次の前原駅からは完全な、近畿の薄色の出しになるという結果だった。また、2001年10月28日放送、ところさんの目が点。でも、 同様の調査が行われ、やはり、前原駅で近畿に切り替わるという結論に至った。ご飯物も提供している店舗もある。ご飯炊き込み類、とろろ飯などの茶碗に盛れだけのもの、カレーライス、かき揚げ天丼などの麺類と具が共通のもの、またはいなり寿司、おむすびなどの店舗内での調理が不要か簡単なメニューが多い。その一方で、通常の蕎麦屋のメニューのように親子丼、 カツ丼、牛丼、カキにうな丼などの丼物を置く店もある。駅弁販売業者が運営する、駅内にある店舗では駅弁を扱うところもあるが、あくまでも持ち帰り用である。駅構内における、立ち食いそば店は、主として、駅弁を販売する業者により運営されてきた店舗と、鉄道事業者、主に旧、国鉄が、余剰人員対策として直営あるいは、 関連会社により展開してきた店舗大別される。明治時代後期には蕎麦を提供する店が軽井沢駅、おしゃま駅、森駅にできた。長かった列車の停車時間や乗り換え時などの空き時間に気軽に喫食できるサービスとしても広まり、またホーム上の駅蕎麦店では停車時間の短縮に対応して列車内へ持ち込んで食べられるように持ち帰りを着込みで、 販売される形態も広まった。しかし元々の運営形態である、駅弁販売業者の運営は、駅弁事業の不審や経営者の高齢化により、事業者が撤退、鉄道事業者の余剰人員対策も、余剰人員そのもののせり、鉄道事業者内のグルー再編により閉店が相次いでいる。その後継として、鉄道事業者系の外食企業が参入するケースが増えており、 駅そばの味付けが画一化される傾向にあると報じられている。かつて JR 東日本駅構内の駅そばの大半を同社の子会社である日本レストランエンタープライズがアジサイジャヤとして統一した際、各店の味が同じで味も平凡なために苦情が相次いだという。また、鉄道そのものの利便性が向上し、駅に滞在しなければいけない時間が減少していることも 駅そば店にとって逆風となっているとの指摘もある。外国では韓国の主要都市駅で駅そばならぬ駅うどんが存在するぐらいで他の国々には駅そばもしくは駅麺の概念が薄いようである。なおそばうどんを全く置かないため本校で語るべき範疇からは外れるがラーメン専門の立ち食い店も各地に存在する。かつては ホームラーメンという名称の立ち食いラーメンチェーンが、秋葉原駅、浜松町駅などの構内にあったが、現在は存在しない。鉄道事業者ごとに、関連会社によるチェーンを展開したり、共通の野護を設けている例がある。また、駅弁店などが、複数の駅で営業している場合も見られる。一方で、駅によって、独自の野護を持つことも多い。西日本。 特に近畿ではうどんがメニューの中心だが、野豪には蕎麦を用いていることが多く、蕎麦の販売割合は4から5割程度との調査結果がある。要因の一つとして蕎麦の方が早く食べられるイメージがあるとの見解が示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。